私たちが1週間コーデを着てきましたので、ぜひご覧ください。はい、どうぞ。この靴下のくすんだ感じのパープルがすごく可愛くって、白いワンピースと合わせたいなと決めていました。でちょっと凝った感じを出すために肩掛けでスウェットをやってます。全身ブラウンっぽい感じでまとめてみました。シャツのブルーに合わせて靴下の色も同じくブルーで合わせてみました。柄物と合わせて使われている色と同じ色を靴下に持ってくるのがおすすめです。モノトーンのコーディネートに合わせてくすんだグリーンの色を入れてみました。少しこう大人っぽい印象でコーディネートしてみました。大好きなオレンジを足元に持ってきてみました。こういった感じのカジュアルなコーディネートにはオレンジみたいなポップな色がおすすめです。このちょっと可愛らしい感じのピンク色の靴下には少しメンズライクな古着っぽいカモフラのジャケットを合わせてコーディネートしてみました。ちょっと可愛らしいのとメンズライクなものを合わせると全体のバランスが取れるので気に入ってます。下に合わせて全身もピンクでまとめてみました。結構一色で全身をまとめちゃうのすごい好きでよくやってしまいます。ザ・秋っていう感じのコーディネートを組んでみました。赤系の靴下を合わせたいなと思ったのでこの色を選んでみました。差し色になってすごい可愛くてお気に入りです。皆さんいかがだったでしょうか。ずっと無地だったけどこれだけバリエーションが出せるんですね。いろいろと詳細は概要欄の方に載っているのでそちらもご確認ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。